今このようにしてその中国中央散歩で行列を計算して乗算を行いますという行うアルゴリズムを示しましたので、じゃあこれで実際に計算量がどうなるかということを見積もってみましょう。先ほどこれまでに挙げましたスライドの各ステップの計算ステップに従に沿ってですね、計算量を見積もっていきます。まずステップの1ですね、このステップの1の N1 から NK という方を決める部分は、これはあらかじめ求めておいた素数、一応ここではあらかじめ素数を求めておくという仮定を入れておきます。言われてから素数計算する方法もあるかもしれませんけれども、とりあえずここでは素数はあらかじめ求めておくという仮定を入れますので、ここでは新たな計算は発生しません。で、次の2番目のステップですね、与えられた A と B の各成分を、その与えられた方 ny で割った乗与を求めるという部分なんですけれども、まず、一番外側のループですね、これは方の n1 から nk まで方を取り替えて繰り返す部分なんですが、この一番外側のループは警戒行いますが、この k というのは、θの l というふうに決めておきましたので、ここで の繰り返しの回数は θ の l で見積もることができます。で、中のループですね、この中のループは r と t がそれぞれ1から m まで動きますので、中のループの繰り返しは合計 m2 乗回となります。で、一番問題になるのはこの中ですね、このループの中にあるこの airt と birt を求める割り算の計算なんですけれども、ここではですね、長さ L の多倍長数を単精度数で割る、除算となっております。長さ L の多倍長数はこの、A の RT 成分、B の RT 成分ですね。それから割る方の NI っていうのは単精度数であるというふうに先ほど宣言しましたので、こういう計算になっていると。で、この時の計算量というのは、割られる多倍長数の長さに比例しますよということを以前やりました。何回か前にやりました。ですね、ここの計算量は θ の L ということになりまして、これを合計しますと、合計というのはこの θ の L にですね、このループの回数をかけてみますと、このステップ2の合計というのは、θ の M2 乗 L2 乗で計算量を見積むことができます。まずここのステップでしょうかね。はい。じゃあ次に、その各行列の各成分の、乗算、積を求める、積の各成分を求めるところなんですけれども、まず一番外側のループはやはり素数の方 ni に関する繰り返しなので、ここはループの回数が警戒したがって θ の l で見積もることができます。で、中側は、r が1から m までの繰り返しと t が1から m までの繰り返しが重なっていますので、行列の各成分に対してですね、計算繰り返すということなので、ループ m2 乗回であることが分かります。で、問題になるのは、このそれぞれのループの中で行われているこの C の I の RT を求める計算が一体どのぐらいの計算量で行われているかということなんですけれども、まず注意すべきことはですね、これ、NI の、方を NI とする乗与管で行っておりますので、全部のここの計算は単精度で行われているということに注意をしてください。で、単精度の乗算が M 回、それから加算が M-1 回ですね。行われていますので、ここの計算量は θm と見積もることができます。で、この θm の加減乗与の計算量にですね、このループの回数をかけますと、このステップ3の計算量の合計は θ の m3 乗 l と見積もることができます。で、最後、中央中央三方のステップですね。で、ここはまずループがあったんですが、このループは r が1から m まで、それから t が1から m までということで、これ、行列の各成分に関するループですので、ループの回数は m2 乗回であるということが分かります。で、そのループの中で行われている中央九条三法の計算量なんですけれども、これは何回か前にですね、この中央九条定理の計算の次の回で行いました見積もりに従うと、これ θの l2 乗で見積もることができます。この詳しいところはまた、これ何だったっけっていう人は、また前の授業のこの復習をしておいてください。ということで、この θ の L2 乗に、
ループの回数だけ繰り返しをかけることで、このステップ4の計算量の合計は、O になってますけど、θ でいいですね。θ の M2 乗 L2 乗になることが分かります。で、以上をまとめますと、その各ステップごとの計算量が出ましたので、これをこう書き出しました。ステップ1は特に計算量はなしと。ステップ2が θ の M2 乗 L2 乗。ステップ3が θ の M3 乗 L。ステップ4が θ の M2 乗 L2 乗と。ということで、まあ、合計としましては、θ の M3 乗 L プラス M2 乗 L2 乗ということになるかと、なることになります。で、まあ、これ、一応、θ の L3 乗 L、M3 乗 L と、プラス M2 乗 L2 乗にしといてというのは、まあ、M、M、そうですね、M の、いいのか、M と L のですね、まあ、やっぱり値によってですね、こう、評価が異なってくることがありますので、一応両方の、項を残しておきましたけれども、まあ、従来の算法が、θ の M3 乗 L2 乗だったのと比べますと、例えばこちらの、基準屋上算法での、その計算量の見積もり2項目は、M2 乗 L2 乗になっていて、この M の、べきが1個減ったりしてですね、ですので、その分だけ効率化が図られているというふうに見積もることができます。あと、その新しい計算量の見積もりの1項目にしても、これ M3 乗 L ですから、従来の算法の M3 乗 L2 乗と比べると、まあ、L のべきがですね、1個減ってますので、まあ、その分だけ計算は効率的であるというふうに見積もることができます。ということで、まあ、全体として、その中国上算法を使ってですね、従来のまあ、掛け算、行列の掛け算に比べると、まあ、こう効率が図られたというふうに結論をつけられます。ここまでいいでしょうか。一応ですね、最後は、この中央上算法による行列積の計算例というのを示したいと思います。これはテキストの例題 4.70 というところに載ってありますけれども、この辺ですね、ちょっと皆さんに注意したいのは、テキストにも誤植がちょくちょくありまして、特に行列の成分などで、誤っている部分が若干あるかもしれません。ですので、皆さん、もし計算していて、あれ、テキストの計算結果と違って自分が間違っているんだろうな、間違っているのかなと不安になったときにはですね、多分五分五分の確率、半分半分の確率で多分皆さん合ってる場合があると思いますので、一応周りの友達などと検断してみるとよろしいかと思います。ということで、この例題では A と B としてこのような行列が与えられております。で、まあ、この A と B のその各成分の常解として、ラージ M イコール12ですね。それから、この A と B の行列のサイズが3ですので、2のラージ M2 乗かける M というのが864と出ます。で、864を上回る M に対してですね、その N1 から NK を満たす、互いにそうな整数ですね、N1 から NK を求めますと、この場合は整数を3個用意して、で、N1 を9、N2 イコール10、N3 イコール11というふうに計算を進めていきます。で、これで、N はですね、9×10×11 で990というところで、基準屋上算法を実行するわけですね。で、まず、これは、9を法とする計算なんですけれども、これ A、左側は A、行列 A の各成分を、まあ、9で割った、乗与で表した行列を A モード9というふうに書いてあります。B モード9も同様です。で、これによって、まず、A と B それぞれの各成分を9で割った乗与で表された行列を求めて、でそれを掛け算を行うわけですね。この掛け算を行った結果というのは、この AB をの各成分というのは、この AB の各成分を9で割った乗与に等しくなりますので、でそれはこのような下にあるような行列となります。で、同様にして、その10を法に取ったとき、11を法に取ったときで、この各
行列のですね、成分がこのように計算されます。で、最後に、ここはかなり大幅に省略しますけれども、その AB モード9、AB モード10と AB モード11の3種類の行列の結果から、その各成分をですね、中国重要参考を用いて復元すると、まあ、AB の成分として、AB としてですね、この行列を得られるということになります。この辺は、多分皆さん各自で計算してもらうと、その、まあ、どんなふうにこう成分が復元されるかというのは分かるんじゃないかと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい、というわけで、今回はですね、この、まあ、モジュラー参考と呼ばれるこの一連のそのアルゴリズムがどういうものかということを紹介しました。で、そのモジュラー参考の中で特に今回はその中国重要参考によるその行列の積の計算の効率化について説明をしまして、まあ、そのアルゴリズムとを紹介して、まあ、計算量の見積もりを行いました。で、この授業もですね、あと残り2回になってきたんですけれども、残り2回はその高速な乗算法という話をしたいと思います。で、次回第14回はですね、唐津波の乗算アルゴリズムというものを紹介しますが、これ実はテキストにはないネタで、これはまあ、この授業向けのオリジナルなネタです。で、具体的には整数の乗算のアルゴリズムと、それから一変数多項式の乗算のアルゴリズムでですね、まあ、日頃我々がよく計算に使っているアルゴリズムに対してどのように高速化できるかということを紹介していきたいと思います。それでは今日はこの辺で講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。